市川猿翁さんの訃報に誰よりも悲しんだ男、市川團十郎の楽しい時間、家族愛。親子以上に濃い関係だった師弟関係、三代目猿之助こと市川猿翁さんはスーパー歌舞伎による歌舞伎の新しいスタイルを確立した歌舞伎界の革命児であり、ケレンの申し子とも言われております。猿翁さんは2003年に脳梗塞を患っており、一線から退いており、一門の演出や監修に専念しておりました。また数年前から寝たきり状態となり、就活もしていたようです。猿翁さんの最近の健康状態から、市川中車こと香川照之さんや長男の市川團子さん、浜優子さん等の関係者はある程度覚悟はできていたと思います。しかし実際に訃報を聞くと、これまでの様々な思い出が頭によぎったようです。元妻だった浜優子さんにとっては、結婚してわずか数年で藤間紫さんのところに行き帰ってこなかったので、複雑な思いであったと思われます。猿翁さんの晩年は再会してわだかまりはなくなったようですが、40年間の空白期間は大きかったことでしょう。長男である香川照之さんは猿翁さんの健康状態を心配して同居していた時期もありましたが、猿翁さんは近くのマンションに引っ越しし、博多座で事務の仕事をしていた女性に面倒を見てもらっていたようです。やはり40年間の空白期間は最後まで埋められなかったのでしょうね。猿翁さんの訃報に誰よりも悲しんだのは市川右團次さんだったでしょうね。師匠との思い出は語り尽くせないし、一生忘れることができませんと言ってました。右團次さんにとっては歌舞伎界における恩人であり、その師弟関係は実際の親子以上のものだったようです。猿翁さんは家庭を顧みず、歌舞伎だけは一生懸命に取り組んでいたので、右團次さんは自分の息子のように指導し、濃い関係だったようです。市川團十郎さんと香川照之さんから猿翁さんの訃報を知らされた後、市川右團次さんはホテルで一人になり、思いっきり泣いたようです。そして猿翁さんが示してきた歌舞伎の精神と理念を多くの人に伝えていきたいと言ったようです。歌舞伎界でも人望のある市川右團次さんは今後も歌舞伎界を引っ張ってほしいですね。ご視聴していただきありがとうございます。最後までご視聴していただき本当にありがとうございます。